はい、皆さんこんばんは、柳田です。今日も一日お疲れ様でした。これからまだお仕事がある方や家事をされる方、勉強や副業に取り掛かる方はもう少し僕と一緒に頑張りましょう。このチャンネルではですね、1日2本古物市場や転売、ビジネスに関する動画をアップしておりまして、夕方にアップされるものはこんな感じで音声と画像をベースにしたものが基本になっています。今回初めてご視聴される方はですね、ぜひチャンネル登録をして、普段の動く柳田の本動画もぜひ見てやってください。今回なんですけれども、続々とですね、古物市場にチャレンジして仕入れを行ってきたっていう人からのメッセージが届いておりまして、そんな中のですね、実際にこう仕入れて販売してみたよっていうですね、追加のこのご報告が届いてますので、こちらをシェアさせていただければなというふうに思っております。今日はですね、これ 何日だっけ、4月13日で、関東東圏は結構大雨が降ってまして、でまあずっと雨降ってんのかな、朝から、今夜のですね8時半ぐらいなんですけれども、そんな感じで僕はこれ今日3本目の動画を撮っております。皆さん一緒に頑張りましょう。はい、というような感じでですね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、2つほど紹介させていただきます。まずはですね、みこと月読みさん、ありがとうございます。これみことさん、何ですかね、チャレンジ報告でご紹介させていただいたことがあるんですけど、古物市場初めてチャレンジみたいな動画で紹介させていただいたので、まあ、仕入れの方のですね詳細が知りたい方はですね、ぜひそちらの動画を見ていただきたいんですが、実際仕入れてみて、販売した結果ですね、どうだったのかっていうような、メッセージです。みことさん、ありがとうございます。こんにちは。昨日3度目の市場に行ってきました。昨日競り人が YouTuber はどこ行った、うちの YouTuber はと言っていたので、多分柳田さんのことかなと思っていました。これ僕のことですね、おそらく。みことさんが行ってる市場はですね、僕が初めて行った市場で、まあ、10年間ほとんどそこの市場で僕はですね、過ごしてきているので、結構周りがですねもう知ってる人だらけなんですよ。でまあ多分あの人かなっていう感じで、顔が浮かぶんですけれども、まあおそらく僕のことだと思います。はい、で今日は市場に行った1回目の結果報告です。1回目は1万円超えるぐらいの仕入れでした。それが2万円弱の売り上げになりました。もちろん細かいものは残ります。柳田さんの後ろの在庫、早く何とかした方がいいのにと思っていましたが、だんだんうちも似たようになってきました。でも思いがけないものが高値って、自分も知らない世界があるのも驚きますね、ということでメッセージいただきました。みことさん、ありがとうございます。はい、で1回目の仕入れで1万円ぐらいの仕入れをしてきて、まあ売ってみたら今のところ2万円弱ぐらいの売り上げになったということですね。まあ大体やっぱり粗利 50% ぐらいが基本なのかなっていうようなイメージですよね。でまあもっと上手になってくると、利益率 60% とか 70% とか 80% とか、そのうち出てきますよ多分。はい、であと僕の後ろの在庫ね、まあね、やっぱやってるとそうなるんですよね。で1万円で仕入れてきて、多分全部売ったんじゃなくて、その1万円分の中の何点かとか半分とか、7割8割とかを売って2万円弱の売り上げになってると思うので、まあ、残ったものはですね、前から言ってる通り原価がゼロになっちゃいますよね。だからそういうものがね、どんどんね残ってっちゃうんですよ。はい、でまあね、でそのさばかないまんま置いたまんまにして次の仕入れに行っちゃうんで、またその仕入れでね、すぐ原価回収できちゃって残ったものが溜まっていくってね、もうこれのね繰り返しなんですよ。だから僕がいつも撮影してる場所ね、後ろにドカって積み上がってるのをおっしゃってるんだと思うんですけれども、あれはね本当にねごくごく一部で、あれのね何倍あるかな、あれのね1,2,3、そうだな、あれの、まあ、6、7倍ぐらいはありますね、実際のところ。はい、まあ、そんな感じです。すいません。じゃあみことさん、ありがとうございました。で次行きたいと思います。シークンさん、ありがとうございます。柳田様、この度はご指導ご指摘いただき本当に感謝しています。闇雲に落札したいの気持ちは絶対ダメですね。本当に勉強になります。おもちゃの4000円仕入れが今3万円ぐらいいってます。
チャットですごく売れると話してたやつです。オープンチャットですね、 LINE の。 ノート購入していたか、くださった方が参加できるですね、古物市場の情報を交換できる、チャット、オープンチャットを作ってるんですけども、その中でやり取りさせてもらってます。出品するたび売れます。まだ少し残っているのでなんとか原価回収はできそうです。売れ行きは悪いけど地味にタンブラー売りさばきますね。本当にありがとうございました。これからもご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします、ということです。シークンさんありがとうございます。シークンさんもですね、初めての古物市場チャレンジの動画で紹介させていただいたので、詳細がですね、仕入れの方の詳細が気になる方はぜひそちらを見ていただきたいんですけれども、シークンさんですね、YouTube のコメントでですね、僕がなんかチャラいっていう風にコメントしてくれたのがシークンさんで、僕はチャラくないと僕はチャラくないぞと、声を大にして言いたいんですけれども、シー君さん僕はチャラくありません。はい。そしてですね、タンブラーの、こういう風に言った方がいいんじゃないですかというようなことを前動画でも説明したと思うんですけれども、今回はですね、それ以外の、おもちゃの部分ですね、4000円の仕入れが今3万円ぐらいになってるってやばくないですか。で、出品するたび売れていてまだ少し残っているっていうようなことで、3万円結構儲かってんじゃないですか。4000円で買ってきて3万円で売れてるんで、これ いくら、利益率いくら、10倍ぐらいになってんの。したら9割ってことですか。そんないかないか。3×24、3×7、3×21、3×24、3×20、いくら、めっちゃ儲かってんじゃないですか。ちょっと計算できないよ今パッと。とにかくめっちゃ儲かってますよね。これ残ってるの全部売ったら4万ぐらいになっちゃうんじゃないですか。そしたら粗利率 90% ですよ、シー君さん。で、おそらくこのなんとか原価回収はできそうですよって言ってんのは、確か多分ですね、その時の仕入れの全部のことを指してますね、これこれおもちゃだけ売って他のものの仕入れ全部原価回収できるって感じじゃないですかね、多分。だからドカッと、確か4万いくらとか5万いくらじゃなかったかな、全部の仕入れが4万台だった記憶があるんですけど、その中の、おもちゃ、その中の一部のおもちゃを売ればほぼ原価回収できちゃうと、そういうような状態になっているっていうことですね。本当になんか羨ましいですね。はい、という感じでシークさんありがとうございました。ということでですね、みことさんとシークさんなんですけれども、実際にねチャレンジしてもらって、全然利益出ちゃってるっていうような感じで、本当にね、なんでこんなに無料公開してノートを安く売ってるんだろうってね、また自分でちょっとね落ち込みますねこれ。本当にね30万円で売ろうと思ってたんで。いいんだけどね、いいんですけど、なんか再現性高いと思いません皆さん。全部一応ね、全部紹介してるんですよ。うまくいった事例も失敗した事例も、割と紹介してる方だと思うんですけども、失敗した事例はですね、言ったけど買えなかったっていうような事例が、ほとんどで、買ってマイナスになったっていう話まだね一件も来てないんですよ。で、このプラスになった方の、メッセージはたくさん来るんですよ、本当に。で、マイナスがね、実際に古物市場に行って、ブランドオークションに行って仕入れてみて、仕入れてみたんだけど全然売れなくってマイナスが出ましたっていうようなメッセージが今のところ一件も来てないんですね、本当に。で、もし本当にね、あったら教えてもらいたいんですけど、それはそれでですね、YouTube で紹介して、僕が解説を加えるっていうような流れにしたいとは思ってるんですが、実際ね、本当にね、嘘偽りなく隠してるとかじゃなく来てないんですよ。もしマイナスのケースが出たとしたら、多分オープンチャットでやり取りされると思うんで、それはそれでね、みんなに広まると思うんで、僕だけが隠しててもすぐバレちゃうことだと思うんで、隠しても意味がないんですけど、今オープンチャットの参加者がもう400人ぐらいいるんで、僕だけがね嘘ついてても意味がないことなので、全部公に出しているんですが、まだ今のところマイナスになったって人いないと思いますね。多分いないんじゃないかな。で、そういうスキームになってるんですね、この中古品の転売っていうのが。はい、よく言ってるんですけれども、現在売れている相場を見て、その相場売れている金額に対してどれぐらい安く
仕入れてこられるかっていうことを競りでオークション形式で仕入れてくるだけなので、買えればプラスが出るし、買えなければプラマイゼロなんですよね。買えない時点ではマイナスが出ないので、よほどその相場を読み間違うとか、熱くなって高く買ってしまわない限りはマイナスが出にくい。まあ買えなければマイナス出ませんからね。その日の参加料だけマイナスになっちゃうけど、商品代でマイナスになるとか、その何万円借金を負うとかね、何十万円借金を負うとかね、破産するとかね、そういうことはもうねないので、基本的に、まあね、実際にこうやって行って仕入れをしてくださった方なら分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ今のところね、みんな大体 50% ぐらいの粗利が出てるんじゃないですかね。皆さん本当に羨ましい限りですよはい、まあというような感じで、今回このね2件のその結果報告をシェアさせていただければなと思いまして動画にしました。でまあね、みんな成功してるから、実際に行動してね、それで勇気を出してその市場で声をね出して仕入れをしてきた人は本当みんなうまくいってるんで、本当にね良かったなと思ってるんですけれども、あとね今後まあ多分続々と交通の免許のその申請が降りる人が増えてくると思うので、まあ、今後もねどうなるかっていう感じなんですけれども、まあ、経過は追ってこのような形で報告したいと思いますので、今後もよろしくお願いします。はい、ありがとうございますというような感じで今回は以上にしようかな。このチャンネルではですね、こんな感じで転売、セドリ、ヤフオク、メルカリに関する情報を発信してまして、まあ、最近はですね古物市場とブランドオークションの仕入れ方についてフォーカスして発信しています。まあ、そういったことに関してですね、質問とかですね、悩み相談を受け付けておりますので、ぜひコメント欄から、まあ、もしくはツイッターの DM とかですね、そちらの方からメッセージ気軽にください。よろしくお願いします。じゃあ今回は以上にします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。バイバイ、おやすみなさい。じゃあね。